皆さんこにゃにゃちはなのだ。わしはスモーカーのスモーカボンなのだ。望まない煙を吸わせないためにもマナーを守ってタバコを吸うのだ。それでいいのだ。歩きタバコはいかんのだ。いかんのだ、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 しつこい。ビリリリリ、ポイ捨てがないと掃除も気持ちいいです。マナーを守らないとスモーカーの印象が悪くなって喫煙所が減っていくのだ。というわけでマナーを守ってタバコを吸うなら喫煙所がいいのだ。ママ、マナーを守ることは吸わない人を守り、スモーカーの一服の場も守るのです。吸う人と吸わない人の距離を喫煙所で作る、ソーシャルディスタンス。わしはバカボンのパパ、お前は誰なのだ。わしはスモーカーボン、スモーカーなのだ。わしとそっくりなのだ。一緒に遊ぶのだ。遊ぶ前にまず一服なのだ。歩きタバコはいけないのだ。確かに望まない煙を吸わせちゃダメなのだ。だから喫煙所がいいのだ。反対の反対なのだ。賛成って言えばいいのだ。反対の反対の反対の反対なのだ。賛成って言えばいいのだ。マナーを守ることは吸わない人を守り、スモーカーの一服の場も守るのです。だから喫煙所がいいのだ。それ言った。吸う人と吸わない人の距離を喫煙所で作る、ソーシャルディスタンス。お出かけですか、ビリリロリ。喫煙所を探して西に向かっているのだ。そっちは東ですよ。なんとこっちが西じゃないのか。それ反対。ところであなたは。わしはスモーカーのスモーカボンなのだ。スッスッスーのスー。リリリーのリー。吸わない人にとって望まない煙は嫌やのや。歩きタバコはしないのだ。喫煙所がいいのだ。じゃあそっちは東ですよ。なんと。喫煙所は望まない煙を避けるためにも役立ちます。吸う人と吸わない人の距離を喫煙所で作る、スススのソーシャルディスタンス。わしはバカボンのパパ、お前は誰なのだ。スモーカーなのだ。わしはスモーカーボン、スモーカーなのだ。確かに望まない煙を吸わせちゃダメなのだ。反対の反対なのだ。ソーシャルディスタンス。ディスタンス。ソーシャルディスタンス。ああ、そうです。ソーシャルディスタンス。はい、カット。カット。喫煙所を探して西に向かっているのだ。なんと、こっちが東じゃないのか。皆さん、おにゃにゃちはなのだ。マナーを守らないとスモーカーの印象が悪くなって喫煙所が減っていくのだ。ママ。ママ。はい、カット。はい、カット。以上になります。お疲れ様でした。楽しかったです。大好きなバカボンですし、やりやすかったです。はい。じゃあこうキャラクター設定なんかもこう自分で自分なりになんかもう最初から大丈夫でした。はい。バカボンがやっぱり、すごく合ってたと思うんですよ。だちょっとそっち系間抜けなとか、あんまりかっこいい方じゃない方がやりやすいかな。懐かしのがちょうどいいかもしれない。最近のになるとちょっと分かんないんで、はい、ただその
九太郎とかになってくると、まあ、白になっちゃうんで、うん、あんまり、まあ、特殊メイクがいらないようなやつにしていただければ、はい、今回のメイクはそのぐらいの感じはいい感じなんですか。もうほぼ、まあ、かつらかぶったぐらいでひげつけたぐらいなんで、はい、意外と慣れましたバカボン。歯抜いてくれって言われなくてよかったです。昔から好きなのは田舎の駅 の、 あの外のホームの喫煙所というかあの灰皿置いてるところ、あそこが一番好きだったんですけど、最近ちょっとなかなか田舎の方行ってもないので、うん、あそこで、あそこなんか一番いいんですよね。気持ちもいいし海見ながらなんか、うん、ああいうところが好きですね。あでもノブが今ちょっとこう休んでるんですけど、まあ、ノブが休んでるのがこれでいいのだではないんですけど、ちょっとあの仕事でねいっぱいやりすぎて疲れてたから、うん、でなんかこの休んでる間とかお寺とか行ってなんか非常に今優しくなってるですって。だから結果これでいいのだ、休めたし、優しくなって帰ってくるし、ちょっと優しくなりすぎて帰ってこられると困るんですけど、まあでも結果これでいいのだかな。でも大吾さんお休み取りたいと思いませんか。取りたいですよ。あでもあそれこそノブが、の代わりにいろんな先輩が来てくれたり後輩が来てくれて、でそのそれこそダイアンの津田とかあのネゴシックスとかも来てくれた時にノブの凄さを今一度分かったんですよ。だからこれでいいのだかな、うん、じゃあ大吾さん的にもそのやっぱノブさんの大事さが分かった、分かったというか、そうですね、まあまあ津田とかですからね来たのが、それは大事さ分かりますよね。川島さんとか小籔さんとか来てくれた時は改めて川島小籔の凄さが分かったって、それはそれでいいのだと。あでもなんかそれこそこの1ヶ月ぐらい、ノブがね、休んでるということでいろんな各局とか番組レギュラー番組にまあしょうがないことであるんですけどなんかご迷惑をかけることになった時になんかすいませんノブが、のちょっと体調で。ご迷惑かけましてって、なんかちっちゃい頃からはしあんまり謝ったことなかったのに謝れるようになったんだっていう、ちょっと成長したなって42の男が言うことじゃないですけど、でもなんかあすいませんとかこう頭を下げれるようになった今までどんなやつやねんってなりますけど、これ意外と大事な大きな一歩で、自然と頭を下げれるようになった。今まであんまりなかった。あんまりね頭を下げずに、うん、生きようとしてしまってたんですよ。あんま良くないんですけどね、まあこういう、ね、芸人の世界ですから強気で生きていかないとっていうのがこうちょっとちっちゃい頃から、はい、子供の頃から貧しい家庭で育ったので負けちゃダメだどで育ってきたんでね、でもようやくすいませんってこう。ってことじゃあさっきノブさんも丸くなったって優しくなったみたいなお話ありましたけど、はい、もうじゃあ大吾さんも、大吾さんもそれは相当丸くなったと思いますよ自分でも、はい、バカボンのひげつけて楽しく仕事できてますからディスタンスがなかなか、ね、言いづらかったですけど、あディスタンス、そうそう、それがまた大変で、そう、スーシャルディスタンス、今のが合ってるかどうか分かんない、合ってる、こればっかりはでもしょうがない。でも今年は、やっぱり今までと違って、まあ、さっきから何度も言ってますが、ノブ相方が1ヶ月以上休むということで、16歳かな、15歳16歳の時からノブと1ヶ月以上会わないって1回もなかったんですよ。だからすごい、うん、なんか特別な
年かもしれないですね。もう、うん、25、6年もっと前からの中で1ヶ月会わないっていうのは初めてですよね。で、まあこれがね11月流れてる時にはもう元気に横にいるんですけど、これまだ今会ってないんで、この今撮ってる時は。でその最初のなんていうか、その1ヶ月以上ぶりに会った時の顔、それどれぐらいのうーなのかそれを最近後輩と練習してますあっちも多分どれぐらいで来るか分かんないし、おーラブっていうのもなんか照れくさいし、カッコつけるのもちょっと違うし、間を今探してる最中ですね。いきなりこうハグみたいな、ハグみたいなするとなんか嘘っぽいかな。まあそれはボケたみたいになるから、それもありっちゃありなんですけど、なんか昨日待ってたみたいなのもなんかカッコ悪いでしょ。ちょっとトーン高めの、おお大丈夫やったんか、これぐらいちなみにもうノイフさん順調に今、あ、順調です、もうすぐです。はい、それは良かったです。ちょっと今はっきりしてないんですけど、やっぱ漫才ライブで新ネタをちょうど年末ぐらいに作りたいというか、作っとかないと年末年始のお正月番組とかの ないんですよね。あれで苦労するんで、いい、作りたいというか今から作らないとダメ漫才を。なんかね、やっぱお正月生放送でとかっていうのも多いですもんね。そうなんですよ、だから危ないんですよあれ年末年始の漫才番組は加工できないからダイゴです。私もタバコ大好きで吸いますが、喫煙所が確かにどんどん減っております。皆さんソーシャルディスタンスを守ることによって喫煙所が増えていくと思うので、ぜひよろしくお願いします。